なたといる瞬間にだけ。いやーすごい音楽ですね。お忙しい中ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。メロディーをつけてくださったということで、はい、初めての経験なんで、はい、なんかすごい緊張するんですけど。そうですよね、はい、でも私も結構プレッシャーというか。そうですか。いい曲にしなきゃと思いながら一生懸命こう作りました。本当ですか、はい、前回のお話では日常みたいなの方に曲をつけようかなみたいなことをおっしゃってましたけど、はい、そこそれでも活かしていただきました。 ありがとうございます、はい、どうでした、その曲をつけるわけじゃないですか。こうちょっと人の言葉だとやりにくいなとか、ちょっと普段と比べてというか、そのなんか作る前はそういうのあるかなと思って、はいはい、心配は多少あったんですけど、はい、言葉とかをすごい揃えて書いてくださったりしてたじゃないですか、はいはい、なんかそのおかげかすごく作りやすくて意外とすんなりできまして、2時間ぐらいとかで2時間ですか。もうなんかメロディーが一筆書きで出てきて、全部フルコーラス一応つけてきたんですけど今日、はい、すごい作りやすかったです。歌詞がすごいメロディーに乗っかってくるというか。佐藤さんは曲つけるときに割とこう苦労して何時間もかかってできた曲もあると思うんですけど、すぐできた曲となんかクオリティに傾向あるんですか、こっちの方がとか。なんかでもやっぱり人に響きやすいっていう意味では、はい、やっぱすんなりスッと出てきたものの方がストレートだったりするので、そっちの方が強いなって思う場面はやっぱりありますね。なるほど、うん、コントとかも結構そうなんですよ。あ、そうなんですね。なんか作って相方に見せて、で2人でこう合わせたりしながら、なんかちゃうなとか言いながら、何時間もかけてできたやつが全然受けへんかったりするんですよね。で持って行って、あ、ええなみたいになって、ちょもう合わせてまおうかみたいになって合わせて、なんかこう 1,2 時間ぐらいで、まあ、日本人的なあれなんですけど、1,2 時間でいいんかなみたいな、なりますよね。もっともっとかけないといけないんじゃないかみたいな思いますよね、でもそっちが割となんかね、お客さんの前で受けたりすることあるんで。そうなんですよね。熱量がこうそのままなんですかね、パッションみたい な, なんか。なるほど。そういうのなんですかね、初期衝動的なことなのか。しかも最初そうで、そこからコントとか細かいとことか調整したりはするにしても、あ、最初はそんな早かったんですか。めちゃめちゃ日常みたいなのは本当すぐ出てきましたね。だからいい傾向かなとは思ってるんですけど、すごい時間かかっちゃうよりかは。なんか嬉しいですね。全然もうつきにくかったですとか言われたらなんか、まあ自分が悪いんやろうなと思いますけど、つけやすかったって言ってもらえる方がなんか、いやすごい、やっぱ言葉がやっぱ綺麗だし、リズムがそもそもあったので、文字だけの。いえいえ、教えていただいたんでね、そういう。すごい作りやすかったっす。うわちょっと楽しみ。いや緊張しますね。でも緊張もしますね。緊張しますね。聞いてもらう。そうですね。全然違うって言われたらどうしようと思ってますけど。そんなイメージとちゃうみたいな。こんなんじゃないみたいになったらどうしよう。そしたらもう一回作ってきます。いやいや、とんでもないですよ。お願いします。じゃあどうしよう。聞かせてもらっていいですか。はい、いやちょっと気に入ってもらえたらいいけど、どうでしょうか。私もあんまりしたことないんで。人の詩に曲つけるっていう、これはなかなか緊張しますね。じゃあちょっと聞いてみます。お願いします。めっちゃいいっすね。よかった。
ごい大丈夫でした。めっちゃいいです。大丈夫でした。すごいですね。やっぱりこれ2時間でできます。だからできました。すごい。歌詞に引っ張られて、嬉しい。できました。なんか すごかったです。嬉しいです。よかった、気に入っていただけて。もう最初で出だしで、うわめっちゃいいな。しかもあ、当たり前ですけど佐藤さんが歌ってるみたいな、 なんかすごい不思議な感覚になって、でなんかねちょっとずつ変化していくじゃないですか、うんうん、で変化するたびになんかあここもええんやみたいな。あ嬉しい、よかった。いやすごい音楽ですね。よかった、肩の荷が今降りました。本当ですか。もいやすごいですわ。やっぱり結構これ、はい、黙れながら、はい、ちょっと自信作ではあるあのいい詩のおかげでちゃんと素敵なメロディーできたかなと。佐藤さん思ってご自身でも手応えがやっぱあるんですか。あの勝手ながら会っちゃいまして。いや嬉しい、それはすごい、あいい感じかもしれないと思いながら来たんですけど、でもやっぱ、はい、緊張しますね、聞いていただくのは。才能出すタイミングここで大丈夫でしたあそこまで言ってもらえるならもう本当に嬉しい。いやちょっとそうですね、めっちゃいいですね。名曲にしなきゃみたいなのが又吉三冠みたいなの出したくて、すごい A メロとか特にイメージしました。なんかちょっとフォークロックじゃないけど、なるほど、僕とつかんみたいな、はいはいはい、でサビで緩和してあったかくなる感じみたいなのもすごいイメージしました。なるほどな。 A メロはこうちょっと緊張感というかセンシティブな感じにして。でも佐藤さんの雰囲気もめっちゃあるなと思ったんですけど、でもなんかそういうなんかリンクしてる部分もあるかもなと、なんか自分っぽさもちゃんと出たかなと。言葉をなんかこう立体的にしてもらった感じがすっごいしますね。よかった、ね、心からいいため息が今出ましたちょっとこのまだね途中の段階なんで全部をあの聞いてもらうことはできないんですけど、ちょっとワンフレーズだけ お願いしてもいいですか。いいんですかいいですか歌えるかな。すごいもうほやほやの、はい、ほやほやだから。そうですよねあんまし歌いなんてない。間違いそうですね、コードとか。じゃあワンフレーズ。はい、お願いします。いきます。あなたといる瞬間にだけ意味があります。あなたといた時間のことだけを覚えています。あなたといる瞬間にだけ意味があります。あなたといた時間のことだけを覚えています。ラララララ、はい、すごいサビを歌いました。いや一発勝負恥ずかしいですねドキドキしましたね。これはいいですね。サビはちょっと又吉さんもいつか歌ってほしいなって。いや歌えないです私でもちょっと A メロは又吉さんに当て書きしたみたいなところありますけどね。歌ってそうなメロディーみたいな。マジですか。歌ってちょっと歌えると思います。いや A メロだったらいけると思う。だったらって失礼ですけど、僕だからそのアウトもなんていうんですか、みんなでカラオケ行ったりとか、そのお客さんたちと一緒に行くツアーみたいなところで歌うの苦手なんですって言うと、みんな大丈夫だよとか、盛り上がったことないんですって言ったらいや絶対ねえ聞きたいよねみたいな煽られて歌って
2番誰も聞いてへんみたいな何回あんだけ言われたから歌い始めたのに切ない。2番誰もこっち向いてへんやんみたいなことを何回も経験してきたんでそれ嫌ですね、ちょっと心折れちゃいます ね、ねいや、まあなんかここ気が向いたらいつかいやすごいですね。いや良かったです。うずずどうします、なんかその文脈的に書き足した方がなんだろう、伝わりそうだなっていうことであれば書き足した方がいいと思うんですけど、サビは、はい、これを仕上げていくのはね大変ですけど、ここからがまた楽しみですね。ブラッシュアップしていって、はい、より良くなりそうな、まあ、世界観がもっと出る感じになりそうな気がしてるので